DH それはデザインティードヒッターの略で、攻撃時に投手の代わりに打席に立つ攻撃専門の選手のことを言い、日本語では指名打者と呼ばれます。パリーグでは導入から45年という長い歳月を経て当たり前になっていますが、最近ではセリーグでも導入をめぐって議論が活発になっています。そこで一つの疑問が生じました。セリーグで DH 制を導入すると果たしてどんな影響があるのか。というわけで今回の動画はセリーグが DH 制を導入するメリット4つ、デメリット3つをまとめてみました。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。 DH の歴史。 DH の歴史は1973年 MLB のアメリカンリーグで世界で初めて導入されました。当時のアメリカンリーグは極端な投稿打定で、12球団のうち9球団が年間観客動員数が100万人を割るほど人気が低迷していました。そこで得点力を底上げし、人気低迷を打破する起爆剤として DH 制が考案され、73年に導入となりました。導入後は MLB 全体の観客動員数が上昇。エドガー・マルティネス、デビッド・オルティスなど DH のスター選手も生まれ、成功となりました。2020年シーズンからはナショナルリーグでも DH 制が導入されています。日本プロ野球では1975年、メジャーリーグの成功に倣い、当時観客動員数に苦しんでいたパシフィックリーグが DH 制を導入。導入後はリーグ総完投数が197から302に激増、リーグ平均打率も2割4分7厘から2割5分4厘まで上昇しました。観客動員数は79年から徐々に上昇し、現在に至ります。セリーグ DH 制導入の理由、これは一言にパリーグとの実力差です。セリーグはここ十数年、交流戦、日本シリーズともにパリーグにやられっぱなしなのです。交流戦、2005年に交流戦が始まってから、これまでの優勝チームはパリーグ12回、セリーグはたったの3回。2020年までの総勝敗数はパリーグ1102勝、セリーグ966勝。交流戦15年の歴史の中でセリーグは133の負け越し、勝ち越した年はわずか1年のみです。交流戦が始まった当初は勝敗は拮抗していましたが、徐々に差が大きくなっています。日本シリーズ直近15年の日本一を達成したチームはパリーグ12回、セリーグ3回。セリーグチームの日本一は2012年の巨人を最後に8年間ありません。特に2019年は巨人がソフトバンクに4立てを食らい、巨人の原監督がパリーグとの実力差は DH 制にあると言及したため、セリーグにも DH 制を導入すべきかの議論が巻き起こります。そして翌年2020年の日本シリーズも前年と同じく巨人対ソフトバンク。2020年の巨人は序盤からセリーグの5球団を寄せ付けない強さで首位を独走し優勝。強い思いで日本シリーズに臨みましたが、結果は去年と同じくソフトバンクに4立てを食らい、圧倒的な実力差を見せつけられる結果となりました。 DH 制のメリット。 DH 制のメリットは大きく分けて4つあります。1、レギュラーが1人増える。2、怪我のリスクが減る。3、打撃特化の選手が育つ。4、ピッチャーのレベルが上がる。まず1、レギュラーが1人増える。レギュラーが1人増えることでセリーグの選手はより大きく活躍するチャンスが広がることに加え、原監督はセリーグが DH 制を導入することで高校野球や少年野球にも広がり、レギュラーが増えれば子どもたちにとってもプラスと、教育的な観点からも DH 制の導入を提唱しています。2、怪我が減る。ピッチャーが打席に入るとデッドボールによる故障のリスク、そして一番多いのが走塁中に故障してしまうことです。2010年には阪神のエース能見が走塁中に故障し4ヶ月の戦線離脱。ヤンキース時代の田中将大投手は2018年のインターリーグで三塁からホームに生還した際、太もも裏を痛め故障リストに入ったこともあります。 DH 制が採用されれば打撃走塁をすることがなくなり、このような投手の怪我のリスクが減ります。3、打撃に特化した選手が育つ。中日与田監督は DH 制が導入されることでのメリットをこう語っています。 DH 制をあの枠を争うバッター、走るのは遅い、肩は弱いけど打つことだけはすごいんだっていうような選手が育つ可能性はおそらくあると思うんですね。阪神岡田彰布元監督もセリーグに DH 制が導入されたらスカウティングが変わってくるとコメントしています。現在のセリーグのドラフトでは守備もある程度できないと指名を躊躇する傾向にありますが、セリーグに DH 制が導入されるなら
たとえ守備が下手でもバッティングが良ければ目をつむることができ、西武の中村や山川といったタイプの選手もドラフトで指名することができるとのことです。4、ピッチャーのレベルが上がる。原監督はセリーグが DH 制を導入することでのメリットをこう語っています。やっぱりまずパリーグは DH 制を使っていることによって、やっぱりピッチャーの非常に自立、強いボールを持ってでいいピッチャーが多いと。ピッチャーを育てる上において DH 制を使ったらピッチャーはめちゃくちゃ強くなると思います。休む場所がないよね。またピッチャーは打撃のことを考えずにピッチングに集中することができますし、これまで打撃や走塁練習に当てていた時間を他のことに配分することもできます。賛成派が主張する DH 制を導入した後の好循環をまとめると、 DH 制を導入、打線の切れ目がなくなり投手のレベルが上がる、強いボールを投げるピッチャーを相手にするのでバッターも成長する、リーグ全体のレベルが上がる、またダルビッシュ有、田中将大、岩隈久志といったメジャーリーグで成功したピッチャーはパリーグ出身者が多いのもやはり DH 制によって鍛えられたからという声も多いですね。 DH 制のデメリット、 DH 制への反対意見は主に3つあります。 1. 出場選手が減る、 2. 野球の面白みがなくなる、 3. 監督が暇。まず 1. 出場選手が減る。セリーグが DH を導入するとレギュラーは1人増えますが、代打などで起用される選手は減ります。元ロッテ里崎氏は自身のチャンネルでこう語っています。セリーグが DH 制を導入するとしたら、ピッチャーが打席に入らないで DH を使うんで、そこに野手が1人増えますね、はい、その代わり途中から出る選手がほぼいなくなります。要はピッチャーが打席に入るから1試合に下手したら 2,3 人代打要員もあるし、それによって守備の入れ替え、あピッチャー8番に入れよう、あ打線の絡みで4番に入れよう、3番に入れよう、はい、ってなった時に、あその選手を引っ込めて、はい守備こいつを入れようっていう選手が動くんですよ。なるほど。だから DH 制がない方が選手っていうのは起用数が圧倒的に増えます。続いて2、野球の面白みがなくなる。反対派の中で一番多いのがこの意見ではないでしょうが、投手交代のタイミング、相手ベンチとの駆け引きがなくなることで采配の妙が消え、野球の面白みがなくなるという主張です。オリックスの監督としてパリーグで戦った経験を持つ岡田彰布氏はこう語ります。 DH 楽ですもん。パリーグは完投負けあるでしょ、うん、ピッチャーでもね、うん、結局変える時もないし、うん、そういうなんか打順を入れ替えたりね、うんうん、そこでそれがハマってね、なんかその入れ替えた人がヒットね、決勝打打つとか、うん、野球が面白くないですよね。続いて3つ目、監督が暇。オリックスの監督としてパリーグで戦った経験を持つ岡田彰布氏はこう語ります。監督は楽なんですよ、だから何もせんでいいんです。いや何もせんでいいことないですけど、オリックスの時はそういうふうに思ったりもしたんです。まあ、もう暇でしょうがないですよ。いやいや、そんなことない、そんなことない、それはちょっと皆さん、だってやることないですよ。いや、そんな。1975年パリーグが DH 制の導入を決定した際、セリーグは DH を採用しない理由を9か条にまとめて発表したので、その内容を見ていきましょう。 1. 1世紀半になろうとする野球の伝統をあまりにも根本的に覆しすぎる。 2. 投手に代打を出す時期と人選は野球戦術の中心であり、その面白みをなくしてしまう。 3. 投手も攻撃に参加するという考え方をなくしてしまう。 4. DH 制のルールがややこしくファンに混乱を起こさせる。5. ベーブ・ルースやスタン・ミュージアルは投手から野手に代わって成功したのだが、そのような例がなくなる。 6. 仕返しの恐れがないので投手が平気でビーンボールを投げる。これは裏を返せばメリットでもあって、阪神暗黒時代のエース薮啓一氏は、自分が打席に入ることを考えなくてもいいのでインコースを攻めやすくなる、やり返されることはないわけですからとコメントしています。7. いい投手は完投するので得点力は大して上がらない。ちなみに2020年の完投数はセリーグ36、パリーグ19でした。 8. 投手成績、打撃成績の比較が無意味になる。 9. バントが少なくなり野球の醍醐味がなくなる。ちなみに2020年バント数はセリーグ406、パリーグ498でした。まあこれに関してはもう45年も前に発表されたものなので何とも言えません。というわけで今回は DH 制のメリットデメリットをまとめたものをお伝えさせてもらいました。僕個人的には DH 制は賛成です。まあ僕阪神ファンなんですけど、やっぱりセリーグ全体のレベルが上がってパリーグと互角に戦ってほしいです。タイガースがあれだけやられた巨人が
ソフトバンク相手だとまるで歯が立たない光景を見ると、もう何とも言えない気持ちになります。良ければ皆さんの意見もコメント欄で教えてください。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。